どうもこんにちは、まみっこチャンネルのお時間がやってまいりました。影山です。はい、いかです。はい、もう今すでに入っていただきましたけど、今日はなんと3人目の出演者の方が来てくださってます。はい、はい、カムンと影山くんの奥さんです。どうもお世話になってますって違いますよね。違いますか。はい、じゃあちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、ハセレーと申します。はい、単なるまみっこチャンネルのファン。いや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 、もうかなりラジオの時からですね。ね、ラジオの時からかなり繰り返し。レモンラジオの時から。ね、聞き続けてください。レモンラジオで知ってる？知ってるってなんですか？知ってますよ。レモンラジオっていう時代の頃からのファンです。すごい、2009年の9月とかから始まってますからね。最初からは聞いてないんですけど、途中で全部振り返ったんですよね。あ、そうってことはもうその時からのファンですから、結構ちっちゃく見えて大きいんじゃないですか。こう見えてね、ね、ね、15、6歳なのかな。、うん、ね、もう一緒に参加をご参加をいただきました。お子さんですか。ファンの、ファンの、ファンの、すみません、ツッコミがしにくくて、はい、すみません。はい、はい、今日はあれですか、なんかそのハセレイさんが、うん、まあ、単なるご出演にとどまらずにご質問もお持ちくださってるって。いや、だってフカチャンネルっていうぐらいだから、ええ、浅いといけないと思ったんじゃないですか。これ一緒雑事なら何の用意もしてなかったと思いますけど、雑談でいいっていう、雑な感じでいいと思ったんでしょうけど、ええ、今日はちゃんとまみっこチャンネルなので、はい、この質問を、はい、用意してくださって。用意してくださって、まみっこチャンネルはちゃんと見てくださっている。もう全部見てますね。多分すごい時は、はい、何回目って再生されるじゃないですか、うんうん、その時に2回目とか3回目とかってありますね。あ、同じ番組を 2,3 回聞いてるような、うん、聞いてもありますし、最初の方に見てる、もうその、うん、もう公開された直後ぐらい。そう、方がいるんですよ。でもハセレイが繰り返し見てるってことは、うん、よりまたそんなに見てない見てるわけではない。ことの70視聴とかあっても、うん、その10回分ぐらいはハセレイとその子供彼がね、彼が一緒に見てますということですね。はい、はい、ご質問いただいてます。じゃあこれ言ってみましょうかね、うん、はい、はい、じゃあお読みしてみようと思います。はい、ハセレイさんからのご質問です。はい、世田谷区在住の、はい、私のちょっとしたお悩み相談です。子供ができてカフェに行きづらくなり、結局仕事の前後で子供がいない時に行くようになりました。ベビーカーで赤ちゃんを連れているお母さんをよく見かけるので、人それぞれなんだと思いますが、カフェのオーナーという立場で、カフェの赤ちゃん連れはウェルカムなのでしょうか。また連れてきてもいいけど考慮してほしいことをぜひ教えてください。2人のご意見を聞きたいです、というご質問いただきました。はい、はい、いいね、今日もまさにね、元気を振り絞って、やっぱりさすがになんかちょっと連れて行きづらいって感じがある。行きづらいですね、すごく行きづらくて、うん、人によると思うんですけど、まみっこは行きづらい、すごい。あ、まみっこは行きづらい。でもね、僕ね、はい、彼のね、クリスマス、この家族がね、はい、クリスマスの食事に来たの。まめひこスタッフとチキンかなんかを食べに行って、そうそう、あれもまめひこチャンネルを見て、まめひこチャンネルでスタッフとチキンメニューにないけど、言えばやるよ、言えばやるよって言ったら、やれよ。本当に真に受けて真に受けて一人だけ、一人だけ、一人だけ走るだけ。あ、そう、去年やってなかったんだよね。やれよって言って、本当に注文入ったぞって言って やりました。あ、そう、実践したんだ。美味しかったって今、うん、でも ね全然大丈夫でしたよ。いや、もうバッチリ。いや、これはだからね、ええ、いや、こんなこと言ったらくるみのコーヒーなんて、じゃあ子供お断りって言い出したら、うん、もう何の成立もしない。そうそう、お客さん半分いなくなるんだ。いや、子供と赤ちゃんってまたちょっと違うと思うんですよ。なるほど、しつけが効く、うん、くるみのコーヒーはなんていうの、ある程度しつけが効いた、はい、子供が来るイメージ。少年探偵団が来る感じだもんね。そうそう、少年は少年も探偵は無理だもん。まだ探偵は無理か。うん、うんうん、そのね、一応2歳未満ぐらいのイメージ。そうです、そうです。をどうするか、どうするか。前ね、まめひこでもなんかその机の上で、うん、その赤ちゃんがおむつでハイハイしてて、なんかみたいなやり取りもあったね。そう、ここの、いや、ここでおむつ替えしてたわけじゃないけど、おむつを履いたような子供を、うん、こういう上に乗せてたお客さんがいたわけです。それをどういう衛生概念で
店をやってるのってえらい怒られたから、いやそう、気にする人は気にするんですね。いやいや、そうですよ。いやこれね、だからね、騒音の問題と走り回る、だからほら少年探偵団だって、探偵ぐらいまで行けばいいけど、ちょっと手前だと走り回る、走り回るね。でうちほらマグ茶の夜間なんだけど、こうね、危ないっていう人もいるしね、はいはい、まあ音の問題もあるし、そう音の問題もあるし、その危険じゃないかね、まあ心配もね、うん、でもねこれ一概に言えません、一概に言えない僕はね、うん、いやあのその中身をね聞きたい、まあ、でも今世の中的にはこういう話題に関して、この間もあのその新幹線で、うん、なんだっけ、あのえいやすごい満席、もう満、うん、もう乗車率 200% みたいな新幹線で、うん、あの子供がやっぱり泣き出して、うん、でもうそれなんとかしろっつって、結構それがクレームに、うん、JR に対してクレームになったり、あとベビーカー連れのお母さんが朝の電車に乗るときに周りがもう舌打ちだらけみたいな、そう連れてきやがってみたいな、舌打ちする方じゃない、する方じゃないですよそんな、いやかつてはそうだったかもしれないけど、どっちかというと舌打ち側だ、元はねそんななんか今なんかそういう風潮でみたいなこと言って、なんか自分を引きつけてるけど、まあ、いい側に回ってるけど、うん、ね、ええ、どっちかというと血っていう方だ、ね、元はね、元は、うんうん、まあでもやっぱり自分に子供できて、うん、そういう経験をむしろねする側になると、いやもう周りのその舌打ちのいかにこう辛いことかっていう、だから今世の中的に結構子供連れに対してね、そういうところでは厳しい風当たりがあるような気がしますけど、まあカフェもっていうね、うん、まあでもじゃあその、 あのケースバイケースっていうのはどう、逆に言えばどうだったらいいですか、僕ですか、ええ、いやこれね、子供はいいのよ、うん、子供は何にも悪くない、まあもちろんそうだね、子供が仮に泣いても、うん、あのなんか、うん、そのなんかそのナイスナイス、あのなんか新幹線の問題にしても、はいはい、俺ね子供が悪いんじゃないと思うんだよね、うん、要はまあ母親が悪い、母親は悪い、うん、母親がそのなんだ、私の子供をね、うん、私の子供が世界に祝福されるべきだっていうスタンスがあれば、うん、そのことにみんなカチンとくるんじゃない、いやだからね、うちだって一番何が困るかっていうと、うん、まあ、子供がその辺ハイハイしたって、うん、ほらダメよって言えば子供は、まあ、ダメなんだなって顔するけど、うん、要はさ、お母さんたちがこぞって子供を盾にそのって騒ぎ出すわけ、はいはい、お母さんたちがだよ、あお母さんたちが、うん、あ要はベビーカーで10台ぐらいで乗りつけて、お母さんたちが子供がわーわー言ってることを盾にね、自分たちは普段ストレスもあるし、うん、って言ってこういう割とパブリックなところに来た時に、うん、わーって言って結構我が物側に騒いだ時に、子供がうるさいってことになって、なんだこの店子供ダメなのかよって言って帰ってくのはおいおいって思う、ああそういうケースもあるか、子供置いてってもいいからお前帰る、そういう感覚のね、だから子供は盾に使ってるって気は僕はするよ、あ人によってね、うん、だから子供がダメっていうより、子供はまあ泣いたってさ、まあ変な話何とかしとけばいいじゃん、こちょこちょしたりすれば、うん、いいけど、うん、なんかお母さんたちが、うん、うわーってこう、僕よほらよく言うイナゴの集団って何ですかそれ、イナゴだ、イナゴっていうのは一匹だったらイナゴなんですよ、うん、でもイナゴって何十匹って大発生すると赤い色に変わって凶暴化するんだよ、それと一緒でね、似た者同士が集まると、なんかあっちだってうるさくしてるし、こっちだってうるさくしたって構わない、いやそっちがっていう風にこうトルネード式になってスパイラル状にうるさくなってくる、だからね、僕ねよくこれよく言うんだけど、ええ、お母さん同士でうるさくしてたら、うん、そこに読書をする年寄りを横に座らせろっていう、へえ、そうするとね鎮静作用、そう静かになるわけ、だってここでさこうやってさドストエフスキー読んでるさ、うん、初老のじいさんが罪と罰とかこうやって罪と罰読んでるからさまあ、内容的にもね、こうなんか罪と罰かと思ってさ最近どう宮沢賢治みたいなこと言うわね、それがさ、はい、あここの席
席はうるさいから、うん、本読みたい人は横のあっちの席に、すいません、そうね、お店さんそっちを考えるんだね。そういう風にすると、ここはこう隔離された違い封建ゾーンみたいな。そうそう、もうまさに罪と罰になるだからここに、なんていうの、囲碁と一緒よ。この席に囲碁できないから、イメージ、お年寄り、こっち側にあの学者、はいはい、こっち側に作曲家っていうのをみんなで囲んでみなさい。それはもうね、学者と作曲家っていうのはどっから出てるの？作曲家はこう考えてるわけ。ああ、作曲をあ、ここで作曲してるの？ここで知るのよ。バカじゃない？作曲してないで何してるの？演奏してるわけない。待って待って、じゃあ学者は何してる？だから学者はここで論文書いてる論文書いてる、はいはい、論文書いてる、書いてるでしょ、はい、でこっちは作曲家、作曲してるこっちはこっちはで、こっちはドストエフスっていう中にさ、子供がいたら、いや子供もすごくそういうのを見て育つから感じ取るよね、感受性を ね、うん、今宇宙と更新してんだなって、もっと常に更新してるわけですよ、はいはい、だから感じるわけ。だから今これ泣きやんだよ、俺が宇宙と更新してるから。あ、そうか、だからね、そういうことが大事なんだよ。あ、どうですか、セレさん、そう言われてみて。でも確かにそれはありますね、なんか、何ですかね、ファミレスとかみんながガヤガヤしてると、うん、自分たちもガヤガヤしていいってなんかそう思っちゃったりするので、うん、カフェって割とこう静かですよ、うん、あの飛行機静かだから、うん、やっぱり行きたいっていうか、なんかおとなしくしなきゃいけない、うん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 、でもだからこそ来てもらいたい、うん、そうやってすれば子供も、あ、ここ豆人だからと思うから、うん、で隣作曲家もいるし、いるし、なんなら俺も貢献しようかぐらいに思ってる。ちょっとね、そうだね、本当は。この人はね、本当に何でも考えてるし、聞いてるから、いいかはいいかって言うじゃん、思ってると思ってる、だから絶対カメラ見ない。だから分かってる、分かってるんだ、僕はそういう子供を信じた。あ、そう、ね、だからもうぜひ連れてきて、わかりました、はいはい、ありがとうございます。